やめるんだ。自らの夢を攻撃し続けるルオビンハーを止めるため、先陳中が取った行動は？ A. 攻撃に加わって夢を終わらせる。 B. 呼び覚まして一緒に夢を出る。 C. 精神が壊れてしまうため盾となり攻撃を阻止する。正解は C。 主役のために体を張る悪役はなかなか新鮮ですね。キャラ複雑指数も哲学指数も増やすところでした。